勝浦雅樹は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンター所属の機種。1997年にデビュー。同期には、竹幸志郎や秋山新一郎らがいる。初起乗は1997年3月2日、中山競馬第2競争で、14頭立ての14着だった。初勝利は6月14日、福島競馬第1競争。 デビュー2年目の1998年に50勝を挙げる活躍を見せると、翌1999年の共同通信杯4歳ステークスでヤマニーアクロに起場し、重賞初勝利を挙げる。2002年、テレグノシスとのコンビで NHK マイルカップに挑み、GI 初勝利を挙げる。しかし、このレースではやや強引なレース運びとなったことで、 圧倒的一番人気の谷のギムレットが被害を受けるなど審議対象となった。この年は自己最多の53勝を挙げ、第1回の中央競馬機種年間ホープ賞を受賞した。その後、テレグノシストのコンビでは、ジャックル・マロワ賞やムーランド・ロンシャン賞などへの海外遠征も行っており、ジャックル・マロワ賞では3着に入る検討を見せた。2007年、 アサヒハイフューチュリティステークスでゴスホーク圏に帰場して逃げ切り勝ちを収め、久しぶりの GI 勝利を挙げた。最終の勝浦の異名を持ち、その日の最終競争で人気渦の馬を上位に持って来るなどの活躍が目立つ。バンエイ競馬のイベント JRA ジョッキーでのエキシベジョンレースに第1回より参加している。2017年の第11回では悲願の初勝利を挙げた。 好きなスポーツは、大相撲とゴルフ。相撲は、両国国技館へ足を運ぶほどの熱心なファンでもある。ありがとうございます。